英雄星チャンネルの時間です。若藤です。西です。さあ巨匠、はい、もう筋肉マンですね。そうですね、この筋肉隆々で血管とか浮き出てて、もうすごいですね。はい、この時代はジャンプ黄金期です、ね、黄金期、はい、筋肉マンとか北斗の拳もですかね。北斗の拳もあったし、はい、ね、当然ドラゴンボールもやってるし、ドラゴンボールもバンバンやってますね。未だに超有名な時代を生んだ作品ですね。そうですね、まあ、筋肉マン、はい、作者はゆで卵先生。ゆで卵先生、お二人なんですよ。二人なんですか。はい、ゆで卵さんっていう一人じゃなくて二人で共同作品、はい、ゆで卵さんなんかゆでた孫さんなんかよくわからないですけど、まあちょっと今二人ですね。なるほど、はい、特徴的なのは、基本的にダメ超人。そうですね、だった。で最初はねちょっとやっぱりギャグ漫画っぽく始まったんですよ。はいはいはい、はい、あの女の子にモテるにはどうしたらいいかみたいな奔走したりしてたんですけど、うんうん、いつの間にかねジャンプ特有の格闘技の話になって。そうなんですよね、はい、まあプロレスじゃないですか。そうですね、でダメ超人でどっちかっていう顔もあんまりかっこよくない筋肉マンが、はい、戦う相手とどん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 友情を、はい、でかっこよく見えてくるんですよね。戦って強くなっていきながら、はい、友情も深めてくる、はい、でついにはこの顔はマスクっていうことになって、はいはい、この下に顔があるっていうことになって、ものすごい超男前なのかどうかわからない。わからないんですよ。筋肉星人でしたっけ。マスクを脱ぐときは死ぬときっていうらしいんで、はいはいはい、彼の、まあ、ライバルというかサブキャラでもロビン・マスクとか、はい、そうですね、ラーメンマンですかね、はい、とかいろんなすごい出ましたよね。いいのいますよね。でゆで卵先生的にはロビン・マスクが銀色なんですけど、はい、マスクが、はいはい、アニメでは青だったんですよ。それで東映さんに文句を言ったらしいんですよ、うん、僕らの考えとは違うって、なるほど、って言ったら、いや銀バージョン、ブルーバージョンがあった方が著作権料が2倍稼げますよって言われて、ゆで卵先生も納得したらしいです。そこで納得したという、そうかっていう、ね、なるほど、はい、他にこの筋肉マン、まあ、正直いまだに大人気ですよ。そうですね、巨匠はその大人気の原因というかね、はい、何があると思いますかね。時代背景もあったと思うんですけど、牛丼チェーンの伸びと一緒じゃないですか。確かに大好物。そうなんです。あれで水田の先生は牛丼屋さんからもう一生食べ放題で食べれる券をもらったはずです。それって憧れますよね。そうですね、うん、ちょうど本当に牛丼がすごい伸びてきた時期だって。牛丼いまだに美味しいですもん。そう、たまにすごく食べたくなりますよね。ちょ、はあ、言われてみれば筋肉マンの大好物は牛丼で、はい、ドラえもんがどら焼きみたいな、なんかこう、そうですね、そういうとこなんですね、はい、で顔になんでここに肉って最初書いてあるのか、はい、ちょっとダサいじゃないですか、はい、でも後半これかっこよくなるんですよね。そうですね、なぜ小学生の時に考えついたものらしいんで、筋っていう漢字が分かんなくてカタカナで書いて筋肉マンにして、そのまま現代になったみたいです。なるほど、筋肉マンの筋はなんでカタカナで肉だけが漢字なのかいうのは、はい、作品を考えた時が小学校で漢字が分からなかった、はい、金という字が分からなくて肉は分かったけどっていう、ゆで卵先生のエピソード、はい、面白いですね。面白い話、今日も巨匠ありがとうございました。ありがとうございました。